サービカー、本日もですね、ここタイの田舎道ペッチャ分からお届けしております。今日はですね、実は、バンコクからですね、お友達が来ておりまして、はい、こんな感じで今川に来ております。はい、自宅の裏の川ですね。はい、まあ自宅からまあ車で10分ぐらいの場所ですけども、友達のね、奥さんがここでソムタムを食べたいということで来ております。はい、いやーでもね、川の水が冷たい、気持ちいいですね。はい、やっぱあの自宅のね、本当の裏の川はもう水がだいぶなくなってきちゃってあれですけども、こちらの川はね、非常に、水量が多くて気持ちいいです。はい、今日のね、お昼ご飯はこちらのね、川沿いでソムタムとかガパオをね、食べたいと思っております。ソムタムアロイマイ？アロイ？チンロ？チェックレよ？アロイ。アロイいただきました。ソムタムに厳しい奥様のアロイをいただきました。はい。ミカちゃんキンマイ？キペンマイ？おお、ミカちゃんマイキンの。来ない。うん。辛いの全く今食べない。マイ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 。かなり加藤さんに、懐いてる。多分他のところテーブルくれないんでしょうね。七面鳥だそうですね。パサタイあれな。パサタイ。あ、海。台湾、ウアンか、ウアン。ウアンめさい。今ですね、川の奥まで来ましたけども、なかなかこの辺いい感じですね、雰囲気はね。はい。サディカー、今ですね、こちらペッチャブのですね、カフェに来ております。でね、ここのカフェは僕はあの初めてね来たカフェで、友達とですね来ておりますが、ここにですね実は、僕の視聴者さんがですね、来ていただきまして、お話をしております。はい、ちょっとねお話を聞いてみましょう。ご紹介をさせていただきたいんですが、はい、YouTuber デビューでございます。私のですね、視聴者でやられるお名前の方を。タイの人からはマーヤンと呼ばれてます。マーヤンさんですね。はい、マーヤンさん、ありがとうございます。あのマーヤンさんは日本でなんかご商売をされてるっていうんですけども、奥さんがですね、はい、奥さんが、タイマッサージとタイ料理、タイ料理のマッサージ、あ、料理をお店をやってらっしゃるということで、どちらでやってるんですか。これはあの茨城の土浦の方で、ほうほう、マラカオとかなんですけど、結構タイ人の人が多いんですよ。へえ。タイ人にしたら多分意外に有名なところなんですね。そうなんですね。へえ。そこで川島さんがよく CM っていうか宣伝する、はい、カオコーあるじゃないですか、いわゆるペチャブン、はいはい、の名前もカオコーです。へえ。それは今度行かなきゃダメですね、僕日本帰ったら。じゃあカオコーっていう、タイ料理屋さん、はい、マッサージもカオコーっていう名前。マッサージはあのね、ラックとか言う、この人詳しいです、こっちの方が。なるほど。ラックマッサージです。ラックマッサージさんで、はい、茨城県の何でしたっけ、どこでしたっけ。荒川沖です。はい、はい、
そちらでやられてるということで、ぜひ皆さん、行ってみてください、お近くの方、はい。で、弟さんってことですね、はい、はい、YouTube デビューでございます。YouTube デビュー、タイもデビューです、今回、はい、初めて来ました。あ、初めてですか。タイ自体初めてですか。あー、本当ですか。それはではこれからあのタイで暴れていただいて。ありがとうございます。今回はあのペッチャブの方でお会いした、でペッチャブにずっと来られてたってことですよ ね、 すね、さっきお話聞いたらね、はい、もうペッ1年に1回で2000年ぐらいから来られてたっていう。そうですね。だからあの僕の逆に言うとペッチャブの大先輩でございます。僕は2016年からですかね、ペッチャブに住み始めたら、うん、変な話ですけど、まあ、1年に1回しか来ないんですけど、はいはい、いわゆるペッチャブの移り変わりが、そうですよね、実感してます。ですよね。どうですか、やっぱりすごいですか。この道路も大きくなったし、はい、お店もあるし、はい、家なんかも近代的になったじゃないですか、はいはい、エアコン自体が珍しかったですから。なるほど、あ、だから扇風機の数が減った代わりにエアコンの数が増えてきた。なるほど、そういう感じですよね。そうですか。まあ、今回はありがとうございます、連絡いただきまして、はい。いや、川島さんがタオコを先言っていたドローンあるじゃないですか、はいはい、相当すごいと思いますよ、本当に。ああ、本当ですか。私が言ってるビューもすごいじゃないですか。そうですね、はいはい。あれを今度実際はね、本当に自分の目で見てもらいたいですよね。なるほど、そうなんですね。知らない人は、はい、ぜひともペッチャブにお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。Wondering if thousands of miles away, when I'm thinking of you, 'cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream, and when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun will fly right to you, 'cause when I dive into the traffic.The echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest, traveling to today. I am tired.どうもありがとうございました。はい、お気をつけて、はい、また会いましょう。ちょっとトイレ借りて帰りますね。